まずやっぱり曲ですね、はい、曲ですね、まあ、曲をもうとにかくひたすら聴き込んで、なんか何パターンかあるんですけど、曲をまず聴いていきなりこうパーンって映像が浮かぶ時もあるんですよ。でその時はこんな雰囲気の映像がもう感覚的に浮かんだ後に、いろいろ理屈で企画考えてもなんとなく悶々として、結果その最初に浮かんだビジュアルに立ってやるっていうパターンがまあ多くなるっていう。それなんか一枚で、ね、そうですね、風景とか別にそんなはっきりとしたビジュアルが第一印象で浮かばないこともあるし、あのなんとなくこう曲以外の情報も持ってる時あるじゃないですか、そのミュージシャンからこういう曲なんですよねとかっていう解説を受けたりとか、そういう情報も込みだと割とそうなんか第一印象のビジュアルっていうより、いろいろ曲の歌詞とかもこう熟読しながら、この曲にはどういう映像が適してるんだろうっていうふうにまあ考える、割と理屈っぽく考えていく。でその時はその同時にもう考え出しちゃったから、その今までの流れみたいなのも、前は一個前はこういうのやってるな、その前はこういうのやってるな、ただまああんまちょっと変えてった方がいいだろうなと思って、っていうことを考えたりとか、さらにそのミュージシャンが今やるとしたらどういうことをやると彼ら彼女たちに得があるんだろうみたいなことも結構まあ広告的な頭になって考えるっていうことですね。大きく2パターン、あの2本目になったんで結構曲中心に考えたんですよ。で、あのスペンディングオールマイタイムってもうずっと言ってるだけの曲で、まあ、直訳すると、まあ、全部私の全ての時間を捧げてるみたいな、費やしてるみたいな、そういうことだから、何にするかっていうのを考えた時に、あの、まあ、Perfume は3人がその3人に使ってるっていう感じにするとどうかなと思って、ずっと3人子供の頃からずっと一緒でスペンディングオールマイタイムずっとしてるみたいな思って、あ、超能力養成所だなみたいな、アキラのナンバーズみたいな感じを多分思う、あ、これだなってなった。やっぱリフレインだから、もう、ね、この連続みたい、連続写真みたいなこととか結構考えてますね、やっぱ、まあ、リフレインっていうのもあったんですけど、 Perfume の凄さを再提案したいなと思って、その凄さっていうのはそのダンスのスキルとか、ダンスだけじゃないけど、その動きとかポージングとかそういうもののスキルを最低時したいから、 Perfume ミュージアムみたいなものを、もう企画のタイトルが The Museum of Perfume って言ったんですけど、そう Perfume っていうものが展示されてる美術館っていうテーマでやりたい。あれは結構素直で、まずちはやふるの曲であるっていうのがまあでかかったんですよね。125個パーンみたいなのが、まあ、あの格闘技とまでは言わないけど、描き方としては結構そのもう戦いって感じで描いてるじゃないですか。だからその戦うみたいなことを結構テーマに考えて、だからそのもう空手とかカンフーの型のようなダンスで戦うイメージを表現しますみたいな企画というかですね。なんか最近
ロケしてないなパフュームって思ってて、ロケやりたいなって思ってたんですよ。で無限未来来て、無限未来聞いて、あ、もうこれはロケ以外ないなっていうふうに思っちゃってで、なんかこれはあの設定として無限の未来を探しているパフュームというテーマで、無限の未来っていうのは無限の可能性を秘めた未来であって、まあ、これから自由に描くことができる未来であると。でそれは全くの白紙の未来であるということで、真っ白い幾何学立体を登場させて、形も変わるし、あれが無限未来として、それをなんか探すっていう、まあ、ちょっとしたストーリーの映像にダンスを散りばめていくみたいな企画にしって書いてますね。ロケやっぱロケね、ロケが難しいロケね、やっぱあの絵はいいんですけど、やっぱりその風がブンブン吹くと、まあ、やっぱり衣装もヘアも乱れる中で大変だったっていう、おかしいかもしれないんで、もう朝も3、2時ぐらいから設定上してね、朝焼けの海見たら2カットぐらいしか使ってないじゃないですかこうはっきりした企画である方がよしと僕はまあしているんですけど、でその時に一個コツになるかもしれないのかも、もう全大体やるんですけど、曲のタイトルじゃないタイトルをつける、企画のタイトルをつける、すっごい単純です。フラッシュだったらカンフーダンスだし、その企画のタイトルがつく、タイトルがつけれるような企画は多分はっきりした企画なんで、あの世の中に出した時にあのはっきりしたものとして認識されて、あの埋没しないで済む可能性が少し高まるんじゃないか。